加減にしろよ。バーテンダーは20年前俺がカムロ町で初めてバイトしてた店だ。マスターはその頃から老けてたのか今もあまり変わってない。ターボか、奥に新谷先生来てるよ。ああ、仕事の話なんだ。また来ちゃった。あんま飲みすぎんなよマリネ。あの人ターボーの連れなの？仕事相手、今日のクライアント。うちの仕事が欲しけりゃもっと早く来い。遅すぎんぞ。急な呼び出しに遅刻もないだろう。妙な先輩風はよしてくれ。一杯飲ませてもらいます。俺の金でか？いや、源田事務所の交際費ってことで。登場会の松金組若頭、羽村恭平。お前はよく知ってるな。今日もさっき会ったよ。羽村の頭が依頼人？ああ、逮捕された。殺人と死体遺棄でな。マジで？マジだよ。で、松金組からうちに弁護の依頼が来ちまったんだ。まあ、松金の組長は裁判ごとじゃずっと源田先生を頼りにしてきたからな。でも今回はなんであんたが？源田先生が俺の名刺渡してたらしくてよ。ったく、なんで俺がヤクザの弁護なんて。ご愁傷様。これからカムロ署で羽村に接見する。お前も一緒に来い。俺と違ってヤクザには慣れてんだろ。かもね。接見の前に事件の大筋を共有しておく。まず被害者は関西協力会のヤクザだ。一週間前、カムロ町のゴミ捨て場で死んでるのが見つかった。おい、その事件って？ああ、死体の目がえぐられてたって例の事件だ。警察は羽村をその犯人と見ている。でかい事件だな。今までに目をえぐられたヤクザは3人。同一犯の連続殺人なら相当注目されるはずだったんだがよ。ん？初めの2件は羽村にアリバイがあった。で、警察は3件目についてだけ羽村を犯人と言ってんだ。連続殺人じゃないと？ああ、3人死んでて全部未解決じゃ警察もカッコつかねえ。だから多少強引だろうが今回のだけでも片付ける気なんだろう。どうせ被害者はヤクザだ。世間もうるさくは言わん。警察が羽村を逮捕した理由は？理由は2つ。被害者はカムロ町に進出してきた関西ヤクザで、もう何ヶ月も登場会と交渉している。となると十中八九殺したのは登場会系列のヤクザだ。で、羽村もその一人。もう一つの理由は？事件当日、羽村は被害者と口論をしていた。事件前に被害者と喧嘩してたからってことか。羽村は事件のこと何て言ってんだ？やってないと言ってるそうだ。警察の言いがかりだともな。じゃあ無罪を主張するってことか。
実際に羽村が殺したのか。あんたどう思う？そんなのわからねえし、どっちでもいい。依頼人が無罪を主張するなら俺も法廷でそうする。それが弁護士の仕事ってもんだ。もう十分わかったよ。そろそろ店を出よう。先に行っててくれ。俺は何本か電話かけてから行く。神室署までタクシーで行っていい？分かった。もう行くのか、タボ。珍しく忙しそうじゃない。まあね。今度お前さんに仕事頼みたいって客がいたんだけどな。まあまた時間あるときに話そうか。仕事もらえるなら助かるよ。ならまた手が空いたら来てくれ。時間食っちゃったよ。どちらまで行かれますか？それでは出発いたし。よう、今夜はよく会うな、ターボ。笑ってもいいんだぜ。羽村さん、源田法律事務所の新谷です。組の方からご依頼を受けまして。ああ、頼りにしてるぜ、新谷先生。まあ、俺らも仲良くやりましょうや。うちの親父と源田先生みてえに。ああ、そうですね。では、早速ですが、いろいろ聞かせてください。話の裏取りや調査は、こちらの八神が進めます。そりゃ頼もしいな。よろしくどうぞ。逮捕の理由は殺人ということでしたが、そのお心当たりはあるんでしょうか。ああ、お心当たり。実際に頭がやったのかってことです。どうなんです？やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は俺をここから出すことだ。違うか？違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら手を引くのか？いや、それを検察に渡してあんたをムショに送らせます。ふざけんな！てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが！おい、八神。3年前、少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえって男を野放しにした。
だろ、正直に言えよ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にもそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。事件の話に戻したいんですが、構いませんか？ああ、いいぜ。お前もいいな。わかったよ。続けてくれ。失礼しました。では、まず被害者は協力会組員で、名前は久米敏郎、年齢は34。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました。事件前に頭は被害者と揉めてたそうですね。ああ、警察は何か言ってませんでしたか？他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。そんなもん俺にわかるわけねえだろ。なあ、新谷先生。ええ。ただ、警察にどんな証拠があるか、今の時点では弁護士にも開示されません。起訴前は羽村さんの話だけが我々の頼りでして。そうかよ。それじゃあ八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは。被害者の久米とはどこで揉めてたんです？スッポン通りにアムールってクラブがある。その店先だ。俺は組の若いもん連れてた。そん時に協力会と睨み合いになってよ。ああ、そいつが組って野郎だった。喧嘩ふっかけたのは頭の方かな？ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？9時過ぎだ。クメと睨み合いになった後はそれで終わりですか？いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ、アムールの中に引きずり込んだ。は？いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ羽村さんは大勢で被害者を拉致した？ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ、しばらく久米に焼き入れてた。ただ殺しちゃいねえ。その後奴は裏口から叩き出してやった。俺もそのまま店を出た。12時よりは少し前だ。なるほど。すると被害者はあんたらに無理やり拉致され、朝には目をえぐられてた。俺が警察でも頭を逮捕しますね。被害者の身元は確か久米敏郎、34歳、協力会の下っ端だ。久米は神室町に一人でいたんですか？抗争中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは。ああ、もう一人連れがいた。野郎の兄貴分だろうが名前は知らねえ。協力会の人間は合わせて二人か。こっちは俺を入れて松金組が5人いた。久米の兄貴分はアムールに連れ込まなかったんですか？その前に逃げられた。やつも死に物狂いだったからよ。頭のアリバイはどうなんです？まず被害者の死亡推定時刻は深夜2時から3時の間らしいな。その頃どこにいたって取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです？サウナだ。神室町のサウナ御殿。朝までずっとな。ただしそれを裏付ける証拠証言はなしですよね。あれば今頃逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。警察でこの事件担当してるのはなんて刑事です？
カムロ署、組対の黒岩だ。新谷先生なら知ってんじゃねえか。ええ、敏腕というより剛腕って評判の刑事です。前にあった教令会の殺しも担当してたはずで。ヤクザをヘとも思ってねえ。気に食わねえデカだ。今聞けることは大体聞けた。わかった。よし。八神、お前はこの後サウナ御殿に行ってくれ。一応店員に羽村のアリバイを確かめろ。了解。もしアリバイが証明できりゃ裁判するまでもねえんだがな。明日報告してもらうぞ。こっちから連絡する。しばらく寝とけってのどうも。サウナの人ですか。はい、いらっしゃい。どうぞ。いや、客じゃないんですけど、少し話せます。ん？何？この間ヤクザが殺された事件のことで、死体の目が抜かれていたってやつ。ああ、刑事が聞き込みに来たよ。事件の時犯人がうちに来てなかったかって。あんた何、記者かなんか。まあ似たようなもんです。それで松金組の若頭で羽村って言います。事件の日彼こちらに来てませんでした。警察にも言ったんだけどね、あの夜受付は俺がやってたんだよ。まあでもどんな客が来たかなんて覚えてないね。客の出入りは多いんですか。終電まではね。うちはさ、始発まで時間潰しに来る客ばっかなの。そうすると夜中は入店の客だけ。帰る人はまずいないのね。あの晩もそう。なるほど。じゃあ夜来た客はみんな始発までいたと。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。店の中に防犯カメラはないんですか。客の出入りをチェックするような。あるけど、
うちは3日で録画消しちゃうんだよ、自動的に。だから警察来た時にはもう消えちゃっててね。そうですか。わかりました。お忙しいところどうも。ねえ、いつもここに立ってんですよね。12月3日の夜、サウナ御殿に入っていく客とか見てません？ねわかんない。やだ、超ウケる。あ、少しいいですか。12月3日の夜、サウナ御殿に入ってったヤクザって。なんだいそりゃ。そんな昔のこと覚えてるわけねえだろ。仕事の邪魔だよ。行った行った。ちょっとすいません。12月3日の夜、サウナ御殿へ入っていったっていうヤクザがいるんですけど、何か見てたりしないかな。このハムラって男なんだけど。さあ、知らない人だね。この町はヤクザいっぱいいるから。でも3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど、12時とかもう少し遅い時間だったかな。事件の夜、ホストを殴ったヤクザがいた。ただ俺が見た時にはもうヤクザいなくなってたし、ホストも少し騒いですぐ消えちゃった。どう、今の話なんか役に立ちそう？そのホストがどこの誰とかは分からない。分かんない。だってホストってみんな似たような顔してるじゃん。今そいつの顔見ても多分思い出せないかな。他にそのことを知ってる人は？さあね。ありがとう、ご協力どうも。カイドウさん、もう上がってると思ってた。うち帰っても寝るだけだしよ。さっきまで外で飲んでた。なのにここでまた飲んでんの？俺の酒を。で、なんか仕事入ったか？ドラ焼きのおかげでうまくいったよ。刑事事件の証拠集め、それも殺しの。源田事務所でか？最近は民事ばっかやってたろ。刑事は金になんねえって。ただ今回は松金組の山だからね。逮捕されたのは羽村の頭だ。なんだと？事件は例の強霊会のヤクザ殺し。あの目玉えぐられたやつか？ああ、さっき接見に行ってきた。本人は無実だって言ってる。へえ、そうかい。気乗りはしないだろう。弁護すんのが羽村の頭じゃな。
あんたを組から追い出した張本人だ。なんなら今回は俺一人でやってもいい。別に俺は頭に追い出されたわけじゃねえ。てめえで下手打っただけだ。気にすんなよ。お前が受けた仕事だ。俺も乗る。そっか。もしもし。新谷だ。今中道通りまで来てる。ん？ああ。ミジョーレって喫茶店があるな。そこで待ってる。おい、また急な呼び出しだな。新谷先生。文句言うなや。忙しいのが好きなんだろう。こっちだ。座れよ。というわけでサウナ御殿の周り聞き込んだんだけど、やっぱ頭のアリバイを証明できる証言は取れなかった。分かった。よし。でそっちが俺を呼びつけた理由は何？新しい情報が入ったんだ。まこいつを見ろ。警察がマスコミに公開してな。例のアムール前の防犯カメラ映像だ。羽村も被害者の久米もバッチリ映ってたよ。事件前に頭と久米が揉めてた映像ってことか。警察はそんなの掴んでたんだな。いいか、再生するぞ。店に引きずり込まれてるのが久米だ。この画面の端を逃げていくのが久米の兄貴分ってやつか。ああ、名前も分かった。村瀬明。久米と同じ協力会の組員だ。警察の取り調べを受けた後、今も神室町にいるらしい。多分近くに教令会のアジトがあるんだな。よく撮れてるなこの映像。これじゃあ頭も言い訳しようがない。ああ、それにまだ続きがある。さっきのから1時間後の映像だ。拉致から1時間後、羽村と久米を残して組員たちとアムールの店長が店を出てってる。羽村と久米だけまだ店の中ってことか。なんで二人だけ残った？さあな、羽村も俺らにこんなこと言ってなかった。
この映像の時点で夜10時久米の死亡推定時刻までまだ4時間ぐらい空いている。問題はその間店の中で羽村と久米が何をしていたかだ。頭は確か12時頃久米を店から叩き出したと言ってたの。その時自分も店を出てサウナに行ったと。ああ、だが羽村や古文以外の人間からも話を聞いておきたい。そこでだ、八神、お前はこのアムールの店長を当たれ。先に言っとくぞ。ああ、弁護人はあんた、裁判にどんな調べが必要か決めるのもあんただ。それでも調査のやり方は俺が決める。いや、でもどうせその店長とは話すんだろう。だとしてもだ、あんたに指示される感じが嫌なんだした顔してんな。待ちやがれ。やめときな。時間食っちゃったよ。おい、誰だよあんた、ここで何してんの。いや、少し話を聞きたくてね。今いいかな。はい。12月3日の事件のこと。ああ、俺その日いなかったんだよね。聞くなら店長に頼んますよ。夜まで来ねえけど。その店長ってこの人。ああ、そうそう。店長の名前は荒垣。連絡つかないかな。少し話したい。迷惑かけないよ。どうかな、ちょっと待って。やっぱ携帯切ってるわ。あの人昼間はいっつもそう。大抵はこの辺で遊び回ってんだけどな。カムロ町にはいるわけか。大抵は。わかった。じゃあちょっと探してみるよ。そりゃいいけど、どうやって。街中歩き回って。一つ心当たりがあってね。こういう人探しのうまいやつがいる。店長の名前と顔は分かってるわけだし、ダメで元々だ。はあ、そんな人はいんの。まあ頑張ってよ。ありがとうな、助かった。
かした顔してんな。手加減しねえから。いい加減にしろよ。やっぱりここにいたか。お、八神氏ですか。まさか一緒にゲームしに来たのですか。ってそんなわけありませんね。何の用です。ちょっとお前の手を貸してほしくてな、つくも。こいつはつくも誠、名字も珍しいが名前も珍しい。ネットを通じてあらゆる情報を集めるハッカー、つまり情報屋ってわけだ。察するにまた探偵のお手伝いですね。今度は猫探しですか、それとも失踪人探しですかな。人を探してる。クラブアムールの店長で名前は新垣。この近辺で遊んでいる可能性があるが、さすがにカムロ町中を一軒一軒探すのは骨が折れる。いけませんね。足を使った人探しなど時代遅れですぞ。どれ、あなたのスマホを貸していただけますかな。スマホ？おう。おや、おやおやおや、八神氏、ユッターのアプリ入れてるではないですか。ユッター？ああ、例のつぶやきアプリか。ところがこの僕の手にかかれば、こいつも人探しツールに早変わりなのです。本当か。どうやるんだ。システムに侵入しますので少々お待ちを。これでよし。八神氏、この画面を見てくだされ。試しに何か検索ワードを入れてみましょう。まずは名前からですかな。じゃあ新垣。次は検索期間を狭めてみましょう。とりあえず今日と。ほら、このように誰かがユッターでつぶやいた場所が地図上で確認できるのです。まあそのためには管理者権限でシステムに侵入する必要があるのですがね。へえ。しかし128件ですか。もうちょっと絞り込まないといけませんな。って言われてもな。では知っていることを何でも入れてみましょうか。八神氏、先ほど店の名前を言っていましたね。カムロ町のクラブアムール。では新垣クラブアムールで検索してみましょう。ほら見てくだされ、一つに絞れましたぞ。これが新垣のつぶやきなのか。いえいえ、彼に関する目撃談です。
ですが大きな手がかりになるはずです。何せこれは10分前のつぶやきですから、この人はまだ近くにいる可能性があります。つまりこの人のもとにすぐさま向かい、新垣氏がどっちに行ったか聞いてみればいい。本当か？それじゃあ今すぐ行ってくる。矢上氏、あなたのマップアプリにもつぶやき地点をマークしておきました。有効活用してくだされ。ああ、助かった。たまには外に出ろよ。出るわけないじゃないですか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ちょっといい？あれ、八神さんじゃない？どうしたの？クラブアムールの店長を探してるんだけど、今どこにいるか知らないか？ああ、彼ならさっき見たけど、すごい機嫌悪そうだったよ。きっとパチンコでボロ負けしたんじゃないかな。それで、どっちの方に行った？太平通りの方。きっと寿司でも食べに行ったんじゃない？は？寿司？パチンコ負けたんだろ？なんでそんな豪勢な飯食うんだ？分かってないな。負けた時だからこそ気晴らしに寿司なんだよ。5万10万負けた時はもう1万くらい減ってもどうってことないだろ。逆に勝った時はお金使うのがもったいなくてせこくなったりするもんなのさ。はあ、そういうもんか。まあとにかく太平通りの寿司屋だな。助かったよ。ありがとな。ごちそうさん。あ？荒垣さん？アムール。なんだよ、あんた。八神探偵事務所。12月3日の夜にあった事件のことで。ああ、あれ。俺よく知らないんだ。悪いけど。あんたが知らないってことはないだろう。本当にわからないんだって。じゃあ証拠見せようか。あんたが事件の関係者だって証拠。
これがなんで俺が事件の関係者って証拠なの？ん？いや、ん？ちょっと違ったか。じゃああんたが事件の関係者だって証拠は？これだ。あ、事件当日あんたは松金組の連中と一緒にアムールを出て、この時店にいたのが羽村の頭と被害者の久米だ。あんたも立派な関係者だよ。なんだよ、参ったな。別に俺は怪しいもんじゃない。羽村を弁護するために動いてるだけでさ、少し時間をもらえればそれでいいんだ。そうか、まあいいや、わかったよ。へえ、あんたよく店長見つけたじゃない。おかげさまで。12月3日の夜9時頃、この店で何があった？いや、だから羽村の頭がね、例の久米って関西ヤクザを連れ込んできたんだよ。ほんといきなりな、驚いたよ。その時他の客は？あの3、4人くらい。でもヤクザが怒鳴りながら入ってきたんで、みんな帰ってったよ。店の女の子たちもその時俺が返した。うん。その後は松金組の人たちが久米に焼き入れてたよ、1時間くらい。今の俺から聞いたって言わないでくれよ。分かってるよ、大丈夫だから。で10時過ぎになって急におかしなことになってさ、みんな羽村の頭に返されたんだ。店長の俺までだよ。店の中は頭と久米の二人きりになった。ああ。なんで頭はみんなを店から返したんだ？なんか久米が昔のダチに似てて、それでちょっと二人で話したくなったとか、そんな風に言ってた。また妙なこと言い出したな。まあ松金組の連中もそう思ったろうけどさ、でも頭がそうしたいってんだからしょうがないよな。だから俺もその後のことは知らないんだよ。裏口の防犯カメラ壊れてるよな。あ？ああ。いつから？先月頃。多分酔っ払いかなんかに壊されたんだけど、まあどうせもともと録画もしない飾りだったから。なんだ、そうだったのか。久米がリンチされてた時あんたは何を？何よって、そりゃひたすら黙って見てたよ。でもそのリンチで人が死んだりしたら店としてもまずいだろう。なんとか通報しようとは思わなかったの？通報しないよ、バレたらおっかねえし。それにリンチっつってもね、全然大したことなかったんだよ。みんな手加減してたから。手加減？せいぜい頭はたいたり小突いたりする程度。たまに強めに入っちゃって鼻血とか出してたけどね。事件の後警察が来たと思うけど。ああ、刑事が来たよ。組対の黒岩って人。その刑事にはどんな話を？別に今お宅に話したようなこと。その間鑑識が店の中調べてたね。被害者の血の跡がないかとか、ルミノール反応ってんだろ。実は警察来た時にはもう掃除しちゃってたんだけど、やっぱり少し血の反応が出たらしくてさ、だからここが殺しの現場じゃないかってそう言ってたよ。そんなに血が残ってたのか、あんたが掃除する前。いや別に大したことなかったけどね。なら現場とは言い切れなさそうなもんだ。そんなの俺に言われたって知らないよ。どうもありがとう、助かったよ。もういいんだね。
もしもし。カイトだ。今どこにいる？アムールって店を出たとこ。スポン通りの。アムール？松金組がケツ持ちしてる店だよな。ああ。事件の晩、その店に羽村と被害者が二人でいたんだ。それより何かあった？ああ。そっちが済んだんなら、事務所に戻ってくれ。なんで？まあ、急ぐ話じゃねえ。クリアわかる。じゃあな。